こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。原作解説装甲騎兵ボトムズ解説とスパロボでの活躍。炎の匂いがむせるぜ。ちなみにボトムズってどういう意味か知ってるかしら？最低の野郎どもだったっけ？そういう揶揄もあるけど正式には VOTOMS の略で、バーティカルワンマンタンクフォーフェンス&マネバー。攻撃と機動のための直立一人乗り戦車という意味があるわ。戦車だったのか。そしてその俗称である AT パイロットたちの生存率が異常なほどに低いことから最低の野郎どもと比喩されているのよ。動く棺桶とも言われているよな。今回はそんな装甲騎兵ボトムズの1概要ストーリー解説、2キャラ期待紹介、3スパロボでの活躍の3つを解説していくわよ。地獄に付き合ってもらうぜ。今回もいつもみたいに感想やリクエストをコメント欄へ書いてもらえると嬉しいわ。今回もすごく楽しみだな。それではゆっくりしていってね。それじゃあまずは装甲騎兵ボトムズの概要とストーリーについて解説していくわ。いわゆるリアルロボットアニメだよな。しかもミリタリー面も徹底的にリアルな作風だったことで人気を博して、今でもリアルロボットアニメの最高峰と評されているほどの作品よ。テレビ放映って何年ぐらい前なんだっけ？約40年前だわ。そんなに経つのか。ちなみに私は地元のテレビで夏休みとかにやってた、再放送や総集編でボトムズを知ったわね。昭和のアニメってそういうの多かったよな。ガンダムとかマクロスとかもやってたわ。どのアニメも終了後の OVA 等の派生作品が作られ続けているぜ。その中でもこの装甲騎兵ボトムズは、ボトムズシリーズとしてロボットアニメ界で圧倒的な地位を確立しているわね。とにかくリアルなロボット作品だったよな。スーパーロボットにしてもリアルロボットにしても、それまでのロボットアニメというのは特注ワンオフな主人公機とかが登場して、巨悪に立ち向かっていくのが常識だったけど、このボトムズはそういった作品とは全然違った作品になっていたわ。登場するロボットは基本的に量産機とそのカスタム仕様ばかりだったぜ。ほぼ全て規格が統一されたような量産が確か出てこないわね。主役機みたいな概念がないのは徹底的にリアル思考だよな。だからボトムズの代名詞といえるロボットのスコープドッグも、作中ではまるでも武器のようにガンガン壊されているし、主人公のキリコがこのドッグ系の AT をほぼメインで乗っているにもかかわらず、動かなくなったり調子が悪くなれば躊躇なく乗り捨てるのもリアルだったわ。それが戦争のリアルだぜ。これって現実の戦争における兵器の色も強く出ているとも言えるわよね。リアルすぎて武骨というか綺麗ごと抜きでクロート好みだよな。ロボットアニメといえば主人公が自分の愛機に乗り続けるのが当たり前だったのに、その伝統的な構成をぶっ壊して、徹底的なリアルを貫いた作風なのがボトムズの魅力だわ。ストーリーは4部構成だったけ？そうよ。第1クールのウド編から始まり、第2クールのクメン編と第3クールの三叉編を経て、第4クールのクエント編の4部構成となっているわよ。それとこの1クールが変わるごとに舞台が大きく変わるのが特徴だわ。それとボトムズといえば女性キャラが数人しか登場しないのも有名だぜ。テレビ版だと4人しか登場しないわね。リアルで武骨で男臭いとかもう本当にいい意味でむせるぜ。そうは言っても作品のテーマの一つには男女の愛があるから、作中では主人公のキリコとヒロインのフィアナの、戦争の中で交錯する純愛ストーリーが繰り広げられているわよ。それもボトムズの魅力だよな。そして他にも本作を語る上で欠かせない要素の一つとしては、次回予告のナレーションの存在が挙げられるわね。来週もキリコと地獄に付き合ってもらうが印象的だったな。それ第1話の次回予告で非常に有名よね。第2話のキリコが飲むウドのコーヒーは苦いも有名だぜ。この締めのキャッチコピーのような一文も毎回素晴らしいけど、高橋監督が全話分書いたナレーションを、ロッチナ役の銀河版上司が歌うように読み上げるのが最高なのよ。マジで情景が目に浮かぶよな。ちなみにこの予告編だけを集めたビデオソフトが発売されているわね。Google 検索にボトムズって打つと、サジェストキーワードに次回予告って出るぐらいだもんな。この予告スタイルは後の OVA や戦地でも使われ続けているから、これはもうボトムズシリーズの伝統と言ってもいいぐらいだわ。ゆっくりで言うところの茶番みたいなものだな。比べたらまあまあ失礼よ。それじゃあここからはボトムズに登場するキャラクターと機体を紹介していくわよ。まずは主人公のキリコ QB ね。レッドショルダーとか異能生存体とかなんか色々背負ってるんだよな。人物としての概要は、100年戦争の末期にギルガメス軍の一員として戦っていた AT 乗りで、かつて最強の部隊と恐れられたレッドショルダー隊に所属しており、幼少時の記憶などを失っているのが特徴だわ。性格はどんな感じなんだっけ？他者から干渉されることや支配されることを極端に嫌っていたり、誰にも邪魔されずただ静かに暮らせればそれでよかったりと、
もう人生で何かをやり遂げた感がある老成したような性格をしているわね。これで年は18歳なんだからすごいよな。少年の頃から兵士として戦い続けてきて人生に定感を得てしまっているのよ。けどそれもあって戦闘技術が高いんだぜ。まあ優れた操縦技術と戦闘能力を持つ戦士ではあるけど、命令系統のしっかりしたいわゆる盾社会では生きていけない描写も多くて、軍人としての資質はぶっちゃけ全然ないのよね。組織には向いてないタイプだよな。それもあって無口でネクラなキャラクターという印象があるけど、心を許した相手とは笑いながら話すし冗談を言ったりもするわよ。人付き合いができないわけじゃないのか。ただ作中ではキリコが心を許した相手は、大体いつも戦火の中で別れることになっちゃうのよね。だからウド編のラストにて俺を一人にしないでくれと独白していて、孤独を好みながらも人との触れ合いも望んでいるような人間性も垣間見えたわ。むせるぜ。そしてボトムズという作品はそんなキリコが備えている、異能と呼ばれる能力を狙う様々な組織が執拗に干渉を続け、彼が自身に降りかかる火の粉を払うために戦い続けるという、彼の生き様を描いた作品となっているのよ。まさに炎の定めだな。そういえばキリコのその異能ってどんな能力だったっけ？キリコは古代クエントに存在していた異能者たちと同等の資質を備えているんだけど、これはテレビシリーズ作中においては、機械に関する高い神話性を持ち常人よりも高い身体能力を持った人と、説明されていたわ。ガンダムでいうところのニュータイプみたいなものか。もしかしたらニュータイプを意識していたかもしれないわね。この異能者としての資質を持つ人は常人よりも AT の操縦に秀でていて、それこそガンダムでいうアムロやシャアみたいに、一般兵とは明らかに違う天才的な腕を持つパイロットになるのよ。なるほどな。それと異能と異能生存体は違うんだよな。それが明確にされてないのよね。異能生存体は後付けの設定なんだけど、キリコは250億分の1の確率で誕生する高い生存能力を持つ異能生存体であり、その力によって彼は不死身であるというもので、死なない人間という共通する素質は含まれているものの、同じと明言されてはいないわ。でも不死身って具体的にどんな感じなんだ？設定によると異能生存体はどんな状況に置かれても、生き残るように世界の因果律が歪められるというものらしいわよ。ラッキーマンだなそれ。エピソード内で発生した事象で言えばキリコに向けられた機関銃が偶然暴発したり、超至近距離から放たれた銃弾が偶然心臓をそれたりといったものね。なんかもっとスケールの大きいのもあった気がしたぜ。訪れた惑星が破壊されることもあったわね。あれはその隙をついて敵の追撃から脱出することに成功しているのだけど、完全にキリコの異能の力が起こしたものと解釈していいと思うわ。これコントロールできたら無敵だよな。この能力は本人の意思とは無関係に自動的に働くもので、状況によってはキリコを生き残らせるために、キリコが大切にしている仲間が身を挺してキリコを助けて命を落とすこともあるほどよ。えぐいなそれ。逆に確実に発動することを利用してキリコがそれを見越した行動をとっていることもあるわ。ある意味呪われた力を逆に利用してるな。だからキリコが普通に AT 乗りとして強いのはもちろんだけど、この異能の力があって生き残っているとも言えるわね。多分ロボットアニメの中でもトップクラスに不死身だぜ。それじゃあここからはキリコの仲間たちと主だった敵キャラクターを紹介していくわよ。まずはヒロインのフィオナね。パーフェクトソルジャーの第1号だな。そうね。ギルガメス連合軍が極秘裏に開発したパーフェクトソルジャーで、作中では素体やプロトワンと呼ばれているわね。キリコとの初見シーンは印象的だったぜ。パーフェクトソルジャーとしての教育を施される前の、赤ん坊みたいな状態でキリコを見てしまったために、擦り込みで彼を慕うようになったのよ。けどそれが原因でパーフェクトソルジャーには不要な感情である愛を知ってしまい、秘密結社から失敗作とみなされて殺されそうになるのよね。普通にひどいよな。組織の脱走以後はキリコと行動を共にすることになるけど、先ほども言った通り彼と彼女の純愛がこの作品のテーマの一つでもあるわ。結末を知っていると悲しくなるんだぜ。それじゃあ次は惑星メルキアにあるウドの街の闇商人で、武器密売からバトリングのマッチメーカーまで幅広く商売を手掛ける、ブールーズゴートよ。とっつぁんだな。おやっさんとも呼ばれているわね。作中ではウドの街に流れ着いたキリコを商売に利用するのだけど、なんだかんだでキリコの行動に巻き込まれて、それからは他の仲間と共にキリコの旅路を追うことになるわよ。第3次スパロボ Z とかは存在感あったぜ。次はその他の仲間の一人であるウドの街に住む繊細孤児の少女ココナよ。キリコに一目惚れしたんだよな。そうね。だから彼のためなら後先考えない行動を取ったりするけど、その行動が戦いで凄み切ったキリコに、人間らしい感情を取り戻させる大きな要因となってもいたわ。ある意味彼女もヒロインだぜ。そして次はウドの街に住むアフロヘアーの陽気な男の、バニラバートラーよ。
サンライズが誇るアプロキャラの一人だな。彼はこう見えても止める気や空軍のヘリパイロットなんだけど、作中では危ない仕事ばかりしていたのがキリコとの出会いで一変したのよ。バーの支配人をしたり王国の兵士をやったりしてたぜ。そのためかなり激動の人生を歩むことになったけど、最終的にはキリコとは30年以上の付き合いがある良き友人として生き残っているわ。バニライの生存大切あるよな。そして次は慎重にメートルを越す巨漢のクエントジン・ヨーヘイル・シャッコよ。キリコの戦友だな。テレビシリーズの工面編から登場してる彼は寡黙で真偽に熱い性格をしていて、卑劣な人間が上官でも忠実に従う一方で、そのあまりの卑劣さに愛想尽かし自身の手で引導を渡すという、義侠心に熱いところもあるわね。乗ってる AT もかっこいいんだぜ。それじゃあ次はキリコのライバルとも言うべき存在で、第2のパーフェクトソルジャーでプロト2とも呼ばれるイプシロンだ。強かったよな。まだパーフェクトソルジャーとして目覚めたばかりの精神的に未熟な状態で、元レッドショルダーの隊員を2人も倒しているからね。やばすぎだろ。その後は幾度も調整を受けながらキリコたちと戦闘を繰り広げ、最後には激しい死闘の末に、異能生存体としての能力を発揮し人間の限界を超えたキリコに敗れ、生まれながらのパーフェクトソルジャーに敗れたパーフェクトソルジャーとして誇りを胸に抱いたまま息を引き取ったわよ。何度も繰り広げられたイプシロンとの戦いもボトムズの魅力の一つだよな。それじゃあ次はジャンポール・ロッチなよ。ボトムズの狂言回しな立ち位置でもあるよな。作中においてはギルガメス軍情報部所属の隊員だったり、後にそのギルガメスを離れバラランと軍に所属していたり、さらに数十年後の世界ではマーティアル教団に身を置いていたりと、結構謎な人物だわ。それが魅力でもあるけどな。その目的はワイズマンから受けた啓示に従ってその忍べとなり、ワイズマンの後継者であるキリコを観察をすることだったのよ。観察するだけなのにだいぶスケール大きいことやってるぜ。そんな彼のすごいところは、異能生存体であるキリコを敵に回して戦っているのに、生き残っていることだわ。因果律を無視しているよな。それじゃあここからは主だった機体を系列ごとに紹介するけど、その前に少し AT について解説するわね。今更だけどどんなロボットなんだ？アーマードトルーパーは100年戦争末期に、ギルガメス連邦の司政であるメルキアで開発された、全高4メートル前後の人型機動兵器のことよ。だいぶ小型だな。正面から見たら高さがだいたい大型トラックぐらいのサイズ感だわ。それがローラーダッシュで動くとかローマンあるんだぜ。そのローラーダッシュ以外にも、パンチを火薬の爆発力で食い打ち機のように叩きつけるアームパンチと、パイロットが乗降しやすいように脚部を変形させて前高を縮める膠着状態や、回転するターレット式三連カメラであるターレットレンズを特徴としているわ。ターレットレンズは iPhone でも採用されていたよな。似ているけど違うわね。そしてそんな AT の中でも作中で一番登場するタイプが、このドッグ系 AT よ。ギルガメス軍の主力 AT もドッグ系だもんな。それはスコープドッグね。本機は工業製品として優秀すぎる AT のベストスタンダードと言える完成度で、もっと前の初期型 AT で培われてきた数多くの新機構が集約された機体で、ドッグ系の系譜に連なる数多くの試作機や後継機が誕生しているほどなのよ。ボトムズといえばスコープドッグだぜ。そしてギルガメス軍が正式採用しているもう一機の AT が、トータス系のスタンディングトータスだわ。トータス系はいわゆるヘビー級の AT だな。そうね。その中でもスタンディングトータスは、一般的な機種として惑星占領軍を中心に数多く配備され、地上の拠点や施設等を制圧する重攻撃任務を遂行していたわよ。ちなみに愛称はドンカメだわ。動く缶オケも相当ひどいけどドンカメもひどいな。ヘビー級の AT としては他にもスタンディングビートルと、それをベースにしたダイビングビートルもあるわね。湿地戦や水中戦で圧倒的な強さを誇る機体だったぜ。あと試作機であるグラントリードッグなんかもヘビー級だわ。グラントリードッグって何かのベースになってたよな。ブラッドサッカーね。こちらは秘密結社というかマーティアル製の AT に分類されるわよ。それとさらにブラッドサッカーをベースに、ブルーキッシュドッグやスナッピングタートルのデータを用いて、パーフェクトソルジャー専用に改造されたのがあのストライクドッグよ。この機体は強烈に印象残ってるぜ。イプシロンが乗ってキリコと何度も死闘を繰り広げているからね。あとはやっぱりベルゼルガだよな。そうね。ボトムズにおいては異色な機体と称されることもあるけど、中世の騎士を思わせるデザインや、みんな大好きパイルバンカーを搭載したロボットの元祖としても有名なことから、カルト的な人気があるのがこのベルゼルガだわ。みんな大好きベルゼルガだぜ。本機はクエント製ヘビー級 AT だけどギルガメス製 AT を参考にしており、なんとクエントの技師がハンドメイドで作っている機体なのよ。工業製品として存在のランクが違うよな。ライン製造じゃなくて全部お手組みで作ってる車みたいなものだからね。しかもレーダーだかセンサーだかがものすごい精度なんだっけ？ええ。
本体と武器に搭載されているクエンと素子を用いた金属センサーが、とてつもなく優秀なものとなっていて、クエント製のレーダーにミスは考えられないと言われているほどなのよ。狂わない時計みたいでかっこいいな。あとベルゼルガといえばバリエーションにボトムズ史上最強の、ベルゼルガテスタロッサがあるわね。今見るとコードギアスのナイトメアフレーム感あるよな。まあこちらが先だけどね。それじゃあ最後にボトムズのスパロボでの活躍を紹介するわ。基本的に全作品で強いよな。そうね。キリコは大体毎回祈るっていう会場なほど強いわよ。技量と回避なんかいつも自分でトップクラスだし、底力と異能生存体を重ねて発動させると不死身どころかもう無敵だわ。そこに精密攻撃やエースボーナスも加わるからダメージも出せるんだぜ。あとスパロボ Z ではヒロインのフィアナがある意味ではキリコよりヤバかったわね。援護攻撃だよな。精密攻撃とエースボーナスに加えてキリコに対する恋愛レベル3の補正も加わるから、恐ろしいダメージを叩き出せるわ。やべえカップルだぜ。それと機体に関してはそこまで弱くはないけど、特化した強さがないのがスパロボにおける AT の特徴で、それがキリコの能力値で暴れ回ることで、無双できるほどの性能を発揮するのがスパロボでのボトムズなのよね。まあ強くなくても戦闘アニメみたいから使うけどな。スパロボ Z のはどれも圧巻だったわね。Z だとやっぱりスコープドップの、ターボカスタムのメルキア情報省特殊部隊 ISS 仕様の機体が最高だったな。いわゆるスコープドップ TCISS ね。本気は第二次スーパーロボット対戦 Z の破壊編から登場しているけど、条件を満たせば入手できる隠しユニットだったわ。隠しだけあって強かったぜ。移動力が高い上に機体の宇宙適応が A となっていて、攻撃力の数値が他のスコープドップ高く設定されていたわね。同じターボカスタムでも LRS 仕様とはどう違うんだ？地形適応の問題で LRS は地上戦で IS は宇宙戦で使うといいわよ。あと ISS が未登場でも LRS は参戦している作品が多いから、そういった作品では地形適応対策必須だわ。LRS はスパロボサーチにも出てきてたよな。出てきたわね。これもやっぱり地形適応の低さが欠点に挙げられるけど、対策をすれば異常な強さを発揮するのは相変わらずだったわね。しかも乾燥パーツ扱いじゃなかったぜ。正直 DLC なのもあるけどこの1機を出しておけばいいやって感じだわ。さて、ここまで、原作解説装甲機兵ボトムズ解説とスパロボでの活躍について解説してきたけど、どうだったかしら？画面越しに炎の匂いが染み出してきてむせたぜ。それでこそボトムズファンだわ。さて、今回の動画に出てきたシリーズ関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。みんなのスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。